マンゴチ県の置。マンゴチ県は、マラウイ南部州にある県であり、中心となる都市もマンゴチである。この県は6273系平方メートルの面積と61239人の人口を要する。マラウイにおける商業の中心地の一つとして知られ、マラウイの全地区へ通じる主要な道路が付設されているほか、 東のモザンビーク国境とも、シーレ川を渡った先の地点で道路でつながっている。北部へ向かう道路は途中でサリマ県方面とモンキーベイ方面へ分岐しているほか、西部の道路はデッザ県の丘陵地域に通じている。南方の道路はマチンガ県からゾンバ県まで坂道を登り、その先を進むと、かつての首都であったブランタイアへと到着する。 マンゴチ県は夏には猛烈に暑く、冬はマラウイ湖によって一体が氾濫源となるため高湿度である。このマラウイ湖はアフリカで3番目の大きさを誇る湖であり、1859年9月18日にデイビッド・リビングストンによってヨーロッパに報告された。他のアフリカの地域と同様にエイズによって悩まされている地域であり、 貧困な家庭、気候変動、社会的基盤の深刻な不足など、問題は山積みである。その一方で、非常に美しい観光地としても知られ、豊富な天然資源、チャンボなどの多種多様な魚、美しい太陽や砂浜などがある。ロッジも数多く存在するが、その中で最も高級なのが、クラブマカコラである。マラウイコでは、 カバなどの野生動物に脅かされることなく泳ぐことが可能でアフリカンシュクリッドのような美しい熱帯魚を観察できる。また、湖は数多くの野鳥の生息地ともなっており、マラウイの国鳥であるウミワシや白頭ワシなどを見ることが可能である。その他、米の名産地として知られている。この県の人口の多くはヤオ族からなる。 ありがとうございます。